はい、こんばんは。今やっと、ね、タラオ処刑場から約絨毯入れて約4時間、今からね、ここは琴音トンネルと言いまして、まあ結構古いですね。明治15年鉄の湯の開業によってのね、ここは一度ね、僕とムイ君で昼間来てるんだけど、夜ちょっと気になるって言って一度来たかったところだったトンネルだったんです。一応ね、今からね、皆さんちょっとね、行ってみましょう。写真も撮りながらやるのも難しいな。さあ、ここがね、琴音トンネルと言って、はい、これが琴音トンネルと言います。そうですね、もう本当に古い。今からね、歩いていきたいと思います。まあ、本当に短いトンネルなんですね。でもね、もう、なんちゅうんだろうね、もう歴史が物語ったようなトンネルですね。まあ、不気味じゃ、不気味なんだろうな。すごい、こうやって夜まじまじと見ると、まあトンネルはひんやりしてて、まあ体感は18度ぐらいかな。もうね、こうやって上もね、本当に、まあ、かといって幽霊さんがおるかっていったら、まあ難しいですね。で、まあこういうトンネルは、まあほぼほぼ大事に取っておきたいトンネルだと思いますね。何かがいるのは間違いねえな。いや、本当になんか普通に何とも言えないこの急な、さて、まあ車がよう通ってる道ですな。で、何っていうトンネルでもない、本当に普通のトンネルですね。トンネルマニアとしては嬉しいんですけど、これはでも本当にいい、綺麗に作ったらトンネルですね。手作りっていう感覚があっていいのではないかと思います。もう出ちゃいました。早っ。
ますね。今背中がビクッてさ、あ、ね、まあこのぐらいしかない通りですね。あとは何もない、本当に。うん。では、ね。帰っていきましょう。本当に何もない普通の虫の多いトンネルですね。もう岩やがるだろうな、こんなの、こんなに虫だらけだと、って僕は思います。うん。でも面白いよね。何にもないんだよな。声も聞こえないんだよな。とにかく虫が多い。あれ？まあいろいろ試しながら、僕もまだこれがズームだよね。さて、まあ進んでいきましょう。いやもう本当に普通のなんでもないトンネルでしたね。思った以上になんかあるかななんて思って期待したんですけど。何も映らないっていうか、今チリーンという音がしたけど、なんだろう。ではまあね、進んでいきましょう。まあ面白くやってしまいましたけど、まあ喋る幽霊さんもいないということで、ちょっとね僕も拍子抜けして何もできなかったですね。ちょっとね、まあ普通のトンネルだったな。供養されてるのかどうなのかちょっと僕もわかんないですね。
また違う変な音がする。違う音が。はい、撮影もこれで終わりました。まあ何分何もなかったっていうのがまあ事実ですね。何もない普通のトンネルでありました。すいません。まあつまらないかもかもしれませんけど、見てください。はい、なかなか書かれてます。琴音トンネル長さ56メートル、明治14年。なかなか、まあこれを読んで見て楽しんでください。では失礼します。じゃあまたね。